します。初めましての方も久しぶりの方もこんにちは、おはようございます。そろそろこんにちは、もうこんにちはでいいですか。あ、おはようございます、こんにちは、双葉と申します。よろしくお願いします。面台が熱い。ワンマンライブに、行きましてというか、あの物販スタッフをやっておりましてですね、ここから何が言いたいかというと、さっき音出しで歌った曲、彼女とあの合作した曲なんですけど、まだちょっと C メロ覚えてないんで、明日歌わないよって言ったんですけど、ちょっとワンコーラスだけ練習をさせていただきました、すみません。それじゃなくてですね、次の歌電車に、最初の歌電車に乗ってを歌うんですけど、24時間券、地下鉄24時間券のですね、あの恩恵を初めて受けておりまして、今日土日エコ切符じゃなくて昨日の夜から使い始めた24時間券で来てるので、今日はあの5時48分までに改札通りますからね、絶対帰りますよ、寝ないとお金かかっちゃう。というわけで、地下鉄の歌です。電車に乗って聴いてください。座り込んだら落ち着いて、音楽
とうございます。おー、めっちゃずれてる。だってこんなに日の当たる日に黒いボディの方を持ってくるなんて話ですよね。改めまして、双葉と申します。名古屋を中心にいろいろなところで歌わせていただいております。はい、暑いのでね、皆さん何よりも自分の体調は優先していただきたいんですけど、まあ、ここのね、ステージに頭数が揃っているっていうのはすごく実は力になりまして、なんで引っ込みつつ出てきてみたいなことをしていただけると本当はすごい嬉しいんですけど、でもまずは体調第一にお願いしますね。とはいえだいぶ涼しくなりましたね。涼しくなり本当にね、もう8月17のメイカーズピエが一番死ぬかと思いましたね。タオルかけたままやっちゃってた。私絶妙にこのね、この棒の影に今入ってて、日陰ですごいありがたいんですけど、これずれてきますよね。ずれてきたら一緒に動こう。9月11日に、今年第2弾になりますシングルを出しました。実質レコアツは今日になるんですが、今回はですね、配信もしているので表題曲の方はもう配信でフルコーラス聴くことができます。ですね、その一緒に入れたカップリング曲なんですけど、何も最初考えてなくて、でも2曲ないとコスパが悪いよねってずっと言ってたらですね、アレンジしてくれたアイスティーの井上君、ギターの子ですね、がちょっと前に一緒にやったポジティブに行こう、新しいアレンジでやってみようかって言ってくれて、なんかギター1本でというか、まあ、厳密に言うとですね、ライブで本当に生でできる、一人で生でできる形っていうものらしいんですけど、なんか聞いてるとギターやってる人なら聞いてるだけで笑っちゃうようなものすごい音源になっているんですが、そんなカップリング曲ですね、ポジティブにGOが入ってるんですが、その曲を私が弾くとものすごいシンプルになるので、私の弾き語りバージョン聴いていただきたいと思います。歩けばいい。嬉しゃ
ありがとうございます。これぐらい あの太陽だといいですねって言った瞬間に日が出てきた。暑い。